はい、皆さんお疲れ様です。というわけでいざ寛永寺というわけで突撃来たー。寛永寺は目と鼻の先だ。回り道や足踏みをしているいとまはないぞ。つまりは避けざる難敵だ。押し通るぞ、よりドロテア。そうなんでしょうけれどね。同行するのは利害の一からであって、あなたに命令されるいわれはないわ。うるさい。特にあの僧兵には気をつけろ。死ぬぞ。はあ。ミスター、どうかして？あれは確かに難敵だ。どう戦ったものか思案していた。さすがより、思案することはないわよ。普段の通りあなたたち二人で戦いなさい。申し合わせもなければ訓練もしていない。そんな三人で戦えて？それはそう。いいえ、戦えない。付け焼き場はごめんよ。私は非常時に備え力を温存しておくわ。さっきまで普通に戦ってましたよね、ドロディアさん。さあ行きなさい。いや、お前が命令するんか。言ってな。道理だ。では姫の仰せの通り、行くぞより。しゃ、行くか。だって威力高すぎ。覚悟は良いか。来い、行くぜ。我らが刃突き立てる。そうだ。はいはい、そこだね。よく避けたな今俺。危ねえ危ねえ。敵放つ。どうだ。終わりだ。どうだ。目を覚ませ。身が脈動。待って。解除した瞬間死にかけてて草なんだけど。さっさと眠らせて。あれ、このまま月、
気で。おお、セイバー、やはりお前は大丈夫だったのか。武者のセイバー、君、土帝の術を逃れていたか。まあそうだろうね。土帝、そやつがこの魔が月の元凶か。そうです、俺たちはそう見ている。今や多くのサーバントが支配下に置かれた。相分かった。古今東西の英雄英傑たちよ、貴殿らの漆黒、我が剣にて砕いてくれよう。まずい。待って、これまずいわ。そうだろうね。だから先に。危ねえ。助力感謝する。構わぬ、私は悪鬼を追うゆえ、これにて。待て、はぐれのセイバー、一緒に戦う。相変わらず気持ちの良いセイバーだな。よし、では寛永寺へ。あれは、あれ、全部聞いてなかった。まだ操られているか。まさか
あれは手強いぞ、より。アーチャーと君の死が手を組んでなお引かせるだけにとどまった相手だ。さて、どう勝つか。あれがハグレのバサーか。そうです。長く伸びた髪、都市の闘志。うん、まさか知ってるのかい、あの子のこと。待って、神明が明かされるんだったらね。いやでも絶対検討して、剣じゃないけど、その辺だと思うんだけど。わかんない、わかんないから答えを聞きましょう。師匠、太夫。やあ、伊織くん。バーサーカー殿を追ってきたら、まあ偶然。こちらは寛永寺へ向かう中途です。はぐれのバーサーカー、寛永寺を守る砦かと。うん、人間城塞もとい英霊城塞ってことね。せやな。さて、いかに攻めたものかしら。そこのあんた、偉人のあんた、あんた神明を知ってるんだろ。教えてくれないか。私はあの子を止めなきゃならないんだ。この通り。頭を上げなさい、マスターでしょ、あなた。そうですね。私はアサシンのマスター、ドロテアよ。いいわ、教えてあげる。私の予感が正しければ、複数陣営による共闘は必須。それほどの相手と思いなさいな。そんなライエルだったら絶対わかるよね。絶対わかるよね。待って、長い髪とトシュ。わかんない、わかんない。カエサルかな。いや、カエサル別にトシュじゃねえだろ。あのハグレのバーサーカー、神名はサムソン。おそらくね、神より力を授かった怪力無双の闘士。うん、知らない。聞いたこともない。聞いたこともない。サムソン、神より力を授かった怪力無双の闘士。神。ええ、こちらにおける唯一にして無二の神。ざっくり言うと、一柱しかいない分強力よ。あなたたちの価値観からすると、うん、そうね、神や仏すべてから力を授かったに等しいかしら。はい、大きく出たな。仏のことはよく知らないが、なるほど、それはあの強さも納得だ。てか、西洋の神って一柱しかいないんですね。それってイスラム教だけじゃないんだ。あ、どっちかっていうとあっちなのがユダヤ教の系統なのかな。うん、わかんないっすね。世界は広いからね、はい、中にはとんでもない英雄もいるってこと。いやー、わかんないこいつ。俺本当にわかんない。結構そっちのなんだっけ、神話とかも知ってるつもりなんですけど、まあ細かいとこまでは知らないですからね。さあ、相手にとって不足なしと言いつつ、一応確認しておくわ。はい。お嬢さん、サムソンには弱点ある？あるわ。あるんだ。サムソンは神から力を授かるとき、その髪に刃を当てないという条件をつけられた。ほう。故に髪の毛を切ることができれば、彼は力を失うわ。聖書に書かれた通りにね。ってことは、あの子。ええ。かつての彼はそうやって死んだの。愛する女性に髪の秘密を打ち明け、裏切られて力を失い、死の間際には暴力の嵐と化したそうよ。女に裏切られたか。因果だね。二度も同じ思いはさせたくないところさ。でもね、それでも私はあの子を止めなきゃならない。操られて暴れ回っちまうなんて、そんなの望むような子じゃないんだ。何言ってるかもわかんないけどさ、でもそう思うんだ、思っちまうんだよ。だから力を貸して。
武蔵ちゃん。ええ、任せて、タユ。というわけで、彼は私たちが引き受けるわ。みんなは援護をお願い。師匠たちだけであれを相手に、それは…えい、小野賀師匠が勝てると申すか。おお。なんて冗談冗談。でもちょっとだけ本気です。ともあれ、心配ご無用です。それに、手が足りない時には遠慮なく声をかけるから。いやまさか同士の。撫で切りにしてあげましょう。うわあまりにもかっこいい。いいか、武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。よく心配してくれてありがとう、タユ。でもあなたの覚悟を決めなさい。え、早すぎ。よっと。じゃ、よっ。じゃ、じゃ。覚悟。え、一刀両断。人馬一転。強っ。当たりすぎ当たりすぎ。あーって、これ逃げれんだけど。待って待って、ミスったミスった。待って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 。これなら。やばすぎるマジで。ハメ。食べ食らったんだけど。ナム天満大自在天神。この一刀こそ我が空洞、我が生涯。いかな大天将。さすがにこれ使わなかて。これガンダシつかみどうしたねこれ。自在天神。やばいって。この一刀こそ我が空洞、我が生涯。いかな大天将。これなら。はい、ごめんなさい。ごめん、ごめん、ごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、ほんとにごめん、バサーカー。無理、お前強すぎる、あまりにも。剣豪バット、イカナ大天将。ごめん、お前強すぎる、マジで。ガンダッシュつかみどうしていいか分かんない。そこ、なんの
デリラ。サムソン、私今みんな、ありがとうね。私のわがままに付き合わせちまって。先を急ぐんだろ。私らのことは構わなくていいよ。それに、武蔵ちゃん、あんたもさ、これからは好きにしてくれていい。太夫、私、決めたんだ。もともとこの儀に乗り気じゃなかったのはわかってるだろ。私たちの願いは、自分で叶える。義の勝者にはならなくていい。あの子を捧げて助かろうなんて、そんな虫のいい話はないさ。太夫、あとねえ、セーバーじゃなくてバーサーカーの宮本武蔵さん、マスターなんざ放って、好きに戦ってみたいんじゃないのかい。太夫、そりゃまあ多少はね、ほんのちょっぴりそうかもしれないけど、こう見えて一応はサーヴァントだもの。マスターの願いのために力を尽くします。私の願いだよ。あんたには好きにしてほしいさ。太夫、あんたの願い次第だね、武蔵ちゃん。うまいな、とんちかな。せやなそうかもしれないね。まあそういうことなら、きちんと叶えてあげなくっちゃね。難敵は消えた。遮るものは結界一つきりか。押し通るぞ。いよいよ土帝に相対する。それは気が早いんじゃないかしら。他にもはぐれがいるのか。いいえ、でも朝日が私がここにいる理由、まさか忘れてしまったのではないでしょうね。来るか、朝日。Ha ha 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 ha!
我が体は地力の意志を動かし、我が牙は鉄鍵をも砕く。人において人にあらず、神において神にあらず。決心、伊吹大明神演技。逃げる。いや。あなたの獲物は私のはずよ。いかいか。我としたことが。久方ぶりの血の匂いに失恋しかけたぞ。やばこのアサシン。我はお前を食わねばならんのであった。そうなんだ。できるものならね。ドロテア、あとは私の役目を。あなたとはここまでね。やばこのザ・アサシン、やばすぎるだろあまりにも。伊吹大明神。セイバー君、アサシンの行方が気になるみたいね。無理もありません。アサシンの解放した宝具は凄まじかった。同感。しばらくぶりにゾクッときたわ。そうなんだ。あの清潔なる神器容器、これまでは本気じゃなかったってわけね。ドロテア殿が奴を引きつけていなければ、今頃上の一帯は。ええ、跡形もないでしょうね。果たしてドロテア殿をあのまま逃げおおせるか否か。サーヴァント、特にアサシンに狙われた以上、無事じゃ済まないだろうね。まあ人を超えてるからな。助けがなければあの子は死ぬよ。土帝かアサシンか、どちらにせよ決めるのはあんたさ。そうね、ここは考えどころ。事態の元凶土帝を仕留めるか、宝具を解放したままのアサシンを討伐するか。ちなみにアサシンは放っておいても自分のマスターを殺してしまえば自滅する。せやな。なんて考え方もできるけれど。せやな。さて、伊織くんはどうする。分岐点。長々と悩んでる時間はありません。気持ちが決まったらすぐに教えて。うわ、あー、ハグルのバサが消えてる。うん。というわけでね、実はもう聞いてはいたんですけれど、地の方、解放不可能。ふぅ、神へ。ふぅ、あっほほほほほって感じですね。はい。最近なんか、ハマってます。まあ、そんなことはどうでもよくてね。長々と迷っていますね、私は。はあ、どうすっかな。どうすっかな、これ。まあね、個人的な感想を言わせていただくならば、おそらくここは、
ゲーム的にはドロテアを助けさせたい。そのためにここであえてドロテアを何回も絡ませて、ちょっとドロテアいいやつやーんって思わせたがってるっていうのを感じています、今私は。はい、回り回って回り回ってさあ今、あー違うな、そうじゃなくて、ドロティア自体はね、俺かなり好きなキャラクターではあるんですけれど、俺がイオリの状態に今いたならばドロティアは見捨てる。なぜかイオリにとって大事なのはドロティアではなくてカヤの方なんで、はい、ここで情けをかけるよりは一度でもカヤを狙った相手である土帝を止めに行く方が良策。決まったな。あんたの道はあんたで決めるんだね。私は私でやるべきことがある。細い糸のような希望でもつながっているうちは。なんか押せるんだけど。セーバーを押して遊んでいる場合ですか、これは。最近のゲームこれ消えちゃうんだよね、近づいたら。昔のゲームは消えなかったんですけどね。あー、こんな選択から逃げたいよ。ストップ、どこ行くの。言ったでしょ、時間がないって。はい、あ、そういえばついてくるわ。決まったなとか言ったけどめちゃくちゃ迷ってますね。はい、気持ちは決まった。はい、俺は、あ、もう少し考えるがあるわ。いや、しかもこれ赤色の分岐点だから、これはもう確実にここで分かれるよっていう分岐っすね。あえてもう少し考える。すみません、もう少しだけ時をください。了解、でも早めに頼むわよ。気持ちは、はい、気持ちは、はい、すみません、了、気持ちは、はい、すみま、了、気持ちは、はい、すみません、了、気持ちは、はい、すみません、了、気持ちは、はい、すみません、了、気持ちないかな、はい、すみません、了、気持ち、はい、ないかな、さすがにないかな、了、さすがにないか。時間切れエンド。気持ち、はい、すみ、りょ、
なさそうっすね。なぜロードしたかって、いやー、ワンチャン今のもう少し考えてさせてくださいのせいで間に合わなくなる可能性があるんで、で、はい、決めました。土味方を打ちます。はい、いやでもね、まあ俺の選択肢なんでそれはいいんですけど、身内がどっち選んだかっていうのはちょっち気になるところで、まあ正直でもここはゲームの意図的にはドロテを助けさせたそうではあるんだよな、正直。その選択肢を取らせたがってるような気はしてます。こっちを選ばせたがってるような気がする。なんかドロテアに情が向くようなことをいっぱいしてたし、でこただそっちを選んだことによってスミカトが、まあ、準備整えちゃってもっと状況が悪くなってカヤに危害を及ぶっていう可能性が高いんで、俺はてかイオリはここは情に流されずに元凶を打とうとすると思う。寛永寺に攻め入り土帝を撃つ。オッケー、じゃあ早速寛永寺へと言いたいところなのだけどね。ごめんよりくん、私やっぱり蛇神大使の方に行くわ。師匠、どうか行かせてやっとくれ。武蔵ちゃんには今まで散々私のわがままに付き合わせちまったからね。そろそろ好きに戦わせてやりたいのさ。わかりました。では土帝は俺たちが仕留めます。ここ武蔵が逆の方行ってくれるパターンなんかな。頼みました。持つべきは粋な主と優しい弟子ね。これ逆行ってくれるんかな武蔵が。そうと決まれば善は急げ。宮本武蔵、これよりは蛇神退治つかまつる。早いな武蔵、我らも寛永寺へ向かうぞ。これ本当に分岐になるのか。結界か。まずは周囲の奨励地を抑えるぞ。魔力を断って結界を破る。差し詰め門番といったところか。手分けしてとは行くまいな。一つずつ片付けるぞ。行くぜ。というわけでこのデータ残しておきましょうか。強者との対峙、太古にデブを決めしようのセイバーとの対峙、エーゲスの儀が始まって以来最も厄介で最もなんで最もこの瞬間にイオリア2頭を力強くにじめ、そして さあこの選択、吉と出るか凶と出るか。この地を抑えよう。セイバー待っていろ。
アメンだよまだいるだろ。次の霊地へ向かうぞ。うむうむ。いやー、敵も強いっすね。結構ガンガン大技使っていかなかったら厳しいわ。いやー、しかし、ここ本当に選択肢で分岐したか。なんかあんま変わんないような気がするんだけどな。結局武蔵が助けに行っちゃったから、行っちゃったっていうか、まあ行ったから。逆になってたらさ、武蔵が関羽で攻めてただけなんじゃねえのって思っちゃうわ。おお、武者のセーバー。悪鬼打ち果たすまで我が刃は曇らず。押されているようだ。加勢しよう。貴殿だ。戦国は助けられた。今度は俺たちが力を貸そうだ。助けない。大技が来る。構えろ。押し切る。行くぜ、ハグレのセイバー。さあ参ろう、武者のセイバー。いざ共に行かん。奴は大技を放つぞ。ルシアの方は刮目せよ。
力を借りる。すげえ、ナイスタイミング。当たっとんかーい。うわー、力を感謝する。道なりに倒れる。力を借りる。任せろ、行くぞ。気にするな、武者のセーバー。我らは上野での働きに報いたまでだ。より、奴は大技を放つぞ。当たってんのか。誰かしてんのこいつら。いいタイミングだ、セイバいや、強い日の方火力やべえだろ、マジでこいつ。片付いたか。改めて礼を言う。敵を同じくするのなら共闘も必要。貴殿の言だ。しかしよく操られずにいたもの、なぜだ。わからぬ。わからんのか。バビロニアの若旦那やキルケの例もある。あらゆる英霊を操るわけではないのだろう。あ、確かにね。もどかしいな。かくいう私も一時は支配を受けたのだ。まったくもって腹立たしい。主持つ英霊でさえ傀儡とされたか。そうですね。ではアキラはいかに。ランサーは知らぬ。ライダーは敵の術中にあるようだが。せやな。見たところマスターとたもとを分かった素振りであった。そうか。ん、腑に落ちぬか。しかりかの悪鬼が傀儡にされるとは。とても。へえ、そこは逆に信頼してるんだね。あれは鬼、善なる鬼とは違う。世に仇をなす、打ち滅ぼすべき悪鬼だ。だが同時に神に類するものでもある。やすやすと人に操られるはずもない。まあそこはそういう意味で信頼してるんだ、ね、神。人雷まとい師、無道の鬼神。愚足の中には何があるものか。イカズチの神か。私の知るものとは当てはまらぬな。そも
神を表すなどとは当世あたりのまじないでなせるものか。確かにね、難しかろうな。正体わからずか。まあいい。それでハグレのセーバー、竹見和ってわけでもなさそうだし。キデンはライダーを追うのか。イナ。あ、イナなんだ。ほう、そうなのか。君はライダー討伐を優先すると思ったぞ。当世に現れた悪鬼を断つ、まさしくそれこそ我が使命である。うん、だが奴が傀儡とされたならば、その源を確かめねばならん。なるほど。では目指す先は同じということだな。お、これはついに。しかりこの極光の刃、今は貴殿に預けよう。極光の刃、いやーマジで誰だこいつ、誰だこいつ。ここまでの前世絶対わかるはずなんだが。へ向かうぞ。ふう、あれ、まだ出ない、まだディアメなの？ディアメなの？これまだ。俺絶対この辺ハグレのセーバーだ。ほら見たことか。ほら見たことか。ほら見たことか。ハグレのセーバーだと思ったよそれ。そうだろうね。どうせこの辺も、あ、これは違う。え、まだ、まだ誰か別の人いる。まだ別の人いる。まあいるだろうけどさ、すいません、いるだろうけどさ。キャスターバーサーか。あー出てこない。ラスト1機が出てこない。1,2,3,4,5,6。 あれ、あーあー出てきた。ハグレのアサシンか。ああ、出るもんあった。出るもんあった。ガチで出るもんあった。ああ、ああ、ああ。たまにありますよね。本気で出るもんっていう。あれです。さて、まあ、いい感じの時間にもなりまして。さあ、あの寛永寺に突撃しようと思っていましたか。あのなんかいい感じにちょっと分岐点になっちゃったんで、ここはねもう一旦やめて、次回今度こそ寛永寺へ、そして辻美香との決戦へというところでね終わりたいと思います。はい、では皆さんお疲れ様です。